はい、動画を撮っていきます。まあ皆さん積雪の方は大丈夫でしたでしょうか。自分はもう本日積雪のため仕事は休みになってしまい、まあ昨日はね、まあ午後の途中でまあ早退という形になってしまいました。はい、ということでこれから動画を撮っていきます。うんうん、そうだよね。多分現時点では脱落した人にあんま聞かないよね。うん、確かに国風にも程がある何気にさ参ったね。あー、なんか棒の上に乗るやつに似たような感じかな。いや、その周辺かい。んー、でも似たようなもんでしょ。まあ細かいことはいいにしろ、もう似たようなもんなんだからそれでいいじゃん。そこが一番怖いんだけどね。もう遠野さんあたり結構本気出しそうだけど。まあ、うん、いないと言えばいないって言ってもいいのかもしれないけどね。うん、山の反対側誰や。あー、なんか茨になんかひっついてやばいやばいやばいみたいな人はいたけど。うん、そう遠野さんあたり一番なんかやばいことしそうなんだよちょっと怖いんだよな。そうやなやっぱりそうか。でもさ、もう中学生に対してバン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 当てそうだからさ、それが怖いのよ。うん、うん、ならまあ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 いいでしょう。じゃあ今までのボールのなんか今までのボールは高校生たちが打ってたっていうこと？ああ、うん、やっぱりそうか。やっぱあのボールの正体高校生が打ち込んだ球だったんだね。うん、ああなるほど。それでか、それで山に捨て込んだのか。え、何、どうした、どなした。誰、りょうがかな。寝てるやつ言うたら高校生だと、まあ、そんな感じはねえしなくもないけど。はい、ああこれでも結構登った方なんだ。あー、確かに木に囲まれてみたいな感じはあるよね。ああ、うん、確かにね、大変でしたねほんまに。あれ、いい匂い、なんだ、ん、この香り言われてもシュ、なんだ、おい結構やるな高校生たちあったもうえらいことやるな高校生たちっ、撃てる、いいえ、え、そんなに危ないの。
タカさん。もう引っからわないようにね。ああ。でもいいの？よっしゃ。わかりました。いいのかそれで。まあ、タカさんがいるから心強いやろ。え？富士山一人でいいの？はあ、いやいや、そんなことしてたらほら、やいや言ってる暇ないんだって。へっ、なるほど、そう見せかける作戦かうまいね。へっ、そりゃ水木さんもびっくりするやろ。あんな息なし飛ばされたらさ。はっ、ん？何の花よ。ああ、あれのあれか。このバラ。あ、え、さっきのバラは何？あの、おお、いや幻しちゃうやろ、ほんまやろ。あの、あ、やっぱりそうだ。うん、うわ結構すげえな、こんな量産咲いてんねん結構咲いてるね。はい、今回これで以上にいたします。はい、明日はちょっと手に紙重いから、まあいっか、まあ明日はこれとこれを見ていこうと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。